愛知県知事候補、愛知県知事候補、山下俊介です。山下俊介です。本日、令和5年1月23日、こちら、また、諸崎港に戻ってまいりました。よろしくお願いします。戻ってまいりました。本日は、朝からですね、志野島、伺わさせていただきました。次回共演でさせていただきました。そして、日間賀島も伺いさせていただいて、街頭演説をさせていただきました。志野島の皆様、日間賀島の皆様、誠にありがとうございます。またお声掛けいただきまして、誠にありがとうございます。また応援のお声いただきまして、誠にありがとうございます。愛知県知事候補、山下俊介です。2月5日、愛知県知事選挙投票日です。山下俊介、投票よろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。そしてですね、志野島、みかんの井に伺わさせていただきました。後醍醐天皇の皇嗣でございます、頼長親王様がですね、志野島に漂流し、で水がですね、まあ、ちょっと塩分含んでるということのようで、井戸を掘った、その井戸が、まあ、現在残っているということです。頼長親王様は、後の後村上天皇様でございます。後村上天皇様というとですね、北野山神福寺で宝生院、大須観音のですね、直眼所、後村上天皇様直眼所となっております。南朝です。志野島も南朝の怒りがあるということですね。そして、豊根村のですね、ゆかれ神社の、幸吉親王が後醍醐天皇のお孫さんということで、愛知県ですね、名古屋市中区大須観音、そして、大須観音の北野山神福寺宝生院は、第96代後醍醐天皇様が、事業を賜られたということです。そして志野島、そして豊根村の、幸吉親王ですね、浮かれ神社ですね、ということで南朝ゆかりということでございます。そしてですね、令和元年ね、これ日間賀島でですねも、お訴えをしなければならないということで、まあ、現在ちょっと今ですね、ちょっとお伝えします。令和元年に国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展その後というのが行われました。でこれどんな展示があったかというとですね、令和元年ですよ、昭和の御代の天皇陛下の御神栄肖像バーナーで燃やす、で小岩の足で踏みつける、こんな映像をですね展示していった。でこれ愛知トリエンナーレ実行委員会の会長が大村秀明愛知県知事です。宛職で大村知事はですね、この展示、天皇陛下を貶め日本を侮辱する展示を行い是認居直っていると、で私はもう当初から、大村知事は即座に知事を辞めるべきであると強く訴えてまいりました。で現在に至るということでございます。で大村知事は知事の資格がないと、我が国日本で天皇陛下を貶めるということがですね、地方公共団体の首長にあっていいわけはありませんということで、大村知事は即座に知事を辞めるべきであると、こういったところであります。そして私が知事になりましたら、この日本を貶め天皇陛下を侮辱する展示、愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展その後を行ったことに対して、県民の皆様、全国の国民の皆様に申し訳ございません。まず謝罪させていただきます。そして名古屋市に対して負担金を支払いという請求訴訟を即座に取り下げます。そして名古屋市が、ね、
仮に支払った、まあ、愛知県は弁済とか言ってますが、ね、遅延損害期の高金利ですね、この3380万が600万ぐらい増えていたと、3900万、これを名古屋市に返還します。で、本日ですね、こちら、篠島、非常にこのですね、ご村上天皇様がですね、漂流された、ね、吉永親王時代ですね、三河土井、そして太一御用、ね、太を伊勢神宮に奉納されるという篠島ですね、非常にこの我が国日本のこの国柄、ね、体現されているんじゃないかと、伊勢神宮へ奉納される、そして神社がありました、神明神社、そこのですね、木は、古材はですね、伊勢神宮の遷宮の時の木材を使っている、それを次の八王子社ですか、でまた他の神社に都合60年間伊勢神宮の遷宮からその篠島の神社の、本殿ですねなどですね使われていると、非常に、ね、篠島この皇室を尊ぶというか国柄国体というものを体現されているんだろうと思います。こんな愛知でですね、大村知事がですね、令和元年明狩りに昭和天皇様のご神をバーナーで照射し燃やして、こういったですね展示を行っていったっていうことはですね、どうなんだとね、まあ、少しちょっと離れますが上島とはあります、これ三重県ですけどもですね、三島由紀夫烈士が潮騒を、ね、書かれた、ね、されたところにも書かれた著書ですね、執筆されたところでございます、潮騒で八代神社というのがございまして、ゲーター祭というのがありますが、現在それは行われていない、それを伝承する島々の方、ね、あの島の国民の皆さんがいらっしゃらないということのようです、若い。ですから、この篠島、日間賀島をですね、やはり、ね、この発展しですね、振興していかなければならないということをですね、やっていかなければならないと、私はこう、まあ、体感したわけです。学校もですね、まあ、こうあの日間賀島高校がなくなって、ね、そういった風にですね、だん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 人口が減っているということでございます。抜本的な対策、また、まあ、これもですね、日本民族の少子化克服と同じくですね、英知を結集して、またその離島対策で成功している事案がをですね、こうね、見ながらですね、愛知県としてできることを行っていかなければならないと思います。ね、まあちょっとあの日本のあの島となると、まあ尖閣諸島などもあります。これ侵略されようとしています。ね、寸胴を失うものを全部失うと言います。一つもですね、大事ではない。我が国日本の領土などはございません。ない。そして領海接続水域。排他的経済水域とですね、断固を守っていかなければならない。で、北は北海道、南は沖縄、与那国島まで島々、ね、いろいろございます。ね、愛知県の中もですね、いろいろございます。ね、奥美川の方から、まあ、その、ね、尾張、西三河、東三河、ね、いろいろございます。北半島、そしてこの篠島、日間賀島、福島などなどであります。一つも、ですね、一つ一つ大事にですね、愛知県として県政を持って施策していかなければならないと、本日また強く思いました。私、愛知県知事候補、山下俊介です。我が国日本にこの軸足を置きですね、我が国日本のこの歴史の縦軸に、自らを投射し、愛知県政を担う、こんな風に強く思っております。本日こちら、諸崎港からでございます。愛知県知事候補、山下、
山下俊介です。山下俊介です。2月5日、愛知県知事選挙投票日です。山下俊介に投票、よろしくお願い申し上げます。私は、やります。ね、皆さんを裏切ることは絶対にありません。よろしくお願いします。愛知県知事候補、山下俊介です。ありがとうございます。ありがとうございます。